えー、モノマネにチャレンジシリーズということでアラジンのジーニーのモノマネを今から習得しますはいえー、なんかモノマネ番組かなんかで誰かがねフレンドライクミー歌ってたんですよねで俺フレンドライクミーの原曲結構好きやねんねで ものまねというか関係なくなんかぽこっとテレビで見てた時に結構前なんですけどこれえー、っとねその人は音外してたんですよね音程セリフの音程でそれがあのごめんなさいものまね芸人のテクニックで誇張してそうなったんか知らんけど俺はいや音合ってた方がえー、似るなんか違和感ないのになってちょっと思っちゃってもったいないなと思ったんですよ声は似てんのに。 でも意外に、わーって湧いてたから、俺いけんちゃうって音感えし。ということで、あの、パンプキンポテトフライの時はすごい失敗しちゃうんですけど、それで、音感えから、聞き持ってやったら煮るんちゃうかってあの、そもそもの声が似てないから挫折したんですけど、G にやってみます。同じ感じで。はい。聞きながらやります。聞きながらやったら俺煮るんちゃうあ、フレンドライ組。えっと、山寺さんのやつですね。<laughs> あああ <coughs> あえー、今じゃあプレーンな俺の G にだジーニーおかジーニーのセリフないジーニーちゃんでーすね似てないでしょでこれを、えー、ちょっと似るようにちょっとやってみますはい聞いてねフレンドライクミーあれですよででてでて,でてみたいなででてでてみたいなやつです フレンドライク・ミー再生旦那ってばあここはちょっと無理やからいきますそうアリババには40人もの盗賊がいたうん言いすぎやろあそうなんちゃうわじゃあちょっと練習しますそうそうアリババには40人もの盗賊がいた はいはいはいどうですか似てた今俺もあの自分の声で聞こえんソアリバップ似てたじゃあもう一回やろうかはいソアリバッパには四十人もの盗賊がいただけどマスターあんたはもっとラッキーもっとラッキーもっと <laughs> すごいだけどマスターもっとラッキー ないはしごいすごいパワーあっこでパワー,パワーほーら見てよドカーン顔するだけないよイエスご主人様ご用はなーにはいごちよママどうぞオッケーにメスこれ地獄これちょっと待って <laughs> ああでででで,で地獄これもしかして地獄 絶対似てへんや一回か止めながらやってみようジーニーの後はお礼でやってみよう一そうやりパパには40人もの盗賊がいた似てねすんませんしたモノマネ芸人の方覚えられへんほんで長すぎて だけどマスターあんたはもっとラッキーここはもうまず出えへん声が山寺さん高すぎるラッキーラッキー,ッキーねえモ、ー、ノ盗賊がいただけどマスターあんたはもっとラッキー誰もないはしない俺やん すごいパワーすごいパワーで、赤のコーナーソースパンチを爆打ッたー音程はね、終えてるはずなんですけど、ね、やっぱ声がね、爆打ったーえ、そうなんなやったコーナー。爆打ッたードカーンドカーンは完璧や。

豪華なメニュー。ここは出へん。ご協、ご協最高サービス。ドビドババー、豪華絢爛。でまで最高の友達。わははどうだいご主人様、ほら願いをどうぞ似てない。似てない。 私はあなたの子供。ジャファー